くそ、イライラする。お、更年期障害っちゅか。ただでさえヒステリー持ちなのに勘弁してほしいっちゅ。違う。この私が下っ端のようなことをさせられていることに腹を立てているんだ。実
際下っ端なんだから仕方ないっちゅ。貴様と一緒にするな。こんなことはあのジジイと娘どもにやらせれば済むことだろうが。あれは女神には手を出せない切り札みたいなものっちゅからね、軽々とは使えないっちゅ。だからといってなぜこの私がその代わりをやらされねばいかんのだ。そもそも意識が戻ったと思ったら勝手に女神の進化などに組み込まれていたことも納得がいかん。おばはんが長いこと病んでたのが悪いっちゅ、自業自得っちゅ。しかしおばはんくらいになると回復力まで落ちるっちゅね。年は取りたくないっちゅ。ネズミ、さっきからズケズケと言いたい放題だな。まあズケズケ言えるのもおばはんだけっちゅからね。豊島とオカマに何か言うと女神に怒られるし、おっさんは娘らの世話じゃーとか言って最近はほとんど顔出さないっちゅし。ちっ、じゃ、どこ行くっちゅか。帰る。やはり気に食わんものは気に食わん。でも命令違反っちゅよ。そんなことしたら怒られるっちゅ。知ったことか。ま、待つっちゅ。ああ、本当に帰っていったっちゅ。ここにいたらそのうち女神が来るっちゅよね。その時オイラ一人だと。仕方ないっちゅね。おばはんをほっとくわけにもいかないし、オイラも帰るっちゅ。その油断が命取りですわよ。